こんにちは、フィーフィーです。今日はアメリカ大統領選。もう本当にね、もうこう今までのこの、なんていうの、流れとか進捗とか見ていっても、本当州も多いですし、そもそもアメリカの大統領選挙って、その制度自体が複雑なんですよね。だからもうこう見ていっても、もう何が何だかわからないですっていう人たちも、もう追いつけないですっていう人たちもいるとは思うんですけれども、まあ大きな流れで、まあトランプ大統領が今後どんなシナリオを考えていて、こう、 バイデン氏が優勢になっている今こういう現状ですけれどもそれを逆転しようと考えているのか、まあ、少しの、ね、光望みがあるとすればどんな方法でもって勝てるのか、まあ、先ほども言ったように複雑で日々進捗はこう変わっていくんですけれどもこれを簡単に分かりやすく、まあ、大まかな流れを説明していきたいと思います。 え、トランプ大統領がまだ勝てる可能性はあるんでしょうかバイデン氏の 政権移行の手続きを連邦政府の一般調達局、これ GSA と言うんですけれども、ここっていうのはあの、新政権ができると準備を担当する役割をするところなんですが、この GSA が先日、この長官の独自の判断で、政権移行の手続きを進めさせてもらうと、トランプ大統領に申し出て、これが許可されましたよね。 まあこれは長官とその長官の家族、それこそね、ペットまで、そして GSA のスタッフが命まで脅かされるほどの脅迫を受けていて、そこから身を守るためにトランプ政権側に伝えて、それをトランプ大統領が認めたと、こういった流れなんですけれども、それでも GSA はバイデン氏が大統領選で勝利したというのは、未だに認めてはいないんですね。 ここにきてネバダ州で司法の機関が今回の大統領選の不正の訴えに向けて動き出しているといいますこの GSA が政権以降の手続きを認めたという報道の流れがあって皆さんはねああこれは次期大統領はバイデン氏で決まったんだと思った人も多かったとは思うんですよね でもこれ、先ほども言ったように GSA の局長長官が反トランプからのまあ脅しを受けていて仕方なく認めたという経緯なわけですからトランプ大統領の敗北を認めたわけではないんです。で、実際に今の段階というのはこの大統領選の結果をさっきも言ったこのネバダ州の動きありますよね。司法の判断に委ねようと、ここに来ているわけなんですよね。 さて、具体的に今、ネバダ州で何が起きているのかというと、まあ、これね、マスコミが全然報じないんですけれども、まあ、どのような今、プロセスでこう動いているかと言いますと、実は、このネバダ州では、トランプ陣営によるバイデン側の、まあ、不正、また違法行為の証拠の提示を、これ、同意したというふうに言っています、司法が。で、これは大変大きなことで、 このまま行けば、このネバタ州、12月14日に選挙人による投票で、これ勝利が完全にこの、はっきり決まるんですけれども、これをもしかすると、その、 え、結果自体を覆せるかもしれないと。このネバダ州の動きというのは、もしですよ、司法で、これは不正があったというふうに、司法が認めれば、他の激戦州も刺激されて、この選挙人が、例えば民主党が普通は民主党に入れますが、これが、ん待てよ。これ、おかしいな。司法の判断でこれ不正を働いたっていうふうになったなとすれば、共和党に入れるという選挙人も出てくるわけですよね。こうやって刺激をされますので、もしかすると、この 結果が覆るかもしれないとアメリカの大統領選というのは 単に得票数が多い方が勝つわけではなくて、州ごとに総取りして持っているこの選挙人の数で最終的な勝負が決まるわけです。まあだからこのアメリカの選挙の仕組みを知らないと、いくらマスコミの一方的にね、報じ方で、まあバイデン氏が決まったと、こういうふうに思ってしまうかもしれないんですけれども、これ正確にはそうではないということ。実際にはまだ決まっていないんですよね。 ネバダ州のような激戦州で、司法の判断で、さっきも言いました、結果が覆ることがあれば、もしくはもつれることがあれば、選挙人は、もしかすると、その民主党に入れようとしていた選挙人も共和党の方に入れるかもしれないと、こういった現象が起きる可能性もあるということなんです。 全米には538人の選挙人がいますが、このうち過半数の270人以上を獲得した候補者が最終的に次の大統領になるわけですね。ちなみに前回は、これまた、得票数では民主党のヒラリー・クリントン氏の方が200万票以上多かったんです、トランプ氏より。しかし、選挙人の数では共和党のトランプ氏の方が 74人多くて306人を獲得していたので結果的にトランプ大統領が前回は勝利したわけですよねでトランプ陣営はネバダ州で12月3日に公聴会を開いて何をするのかどういった不正をこう司法に出すのか トランプ陣営はメバタ州の中の民主党が優勢になったクラーク軍というところがあるんですけれどもこの結果についても明らかにおかしいと数万人の郵便投票が不正であるとそういった証拠を持っているよとそれを取り消すためにそれ,をつながるそれにつながる証拠を出す予定であるというふうにしています。 これに対してはホワイトハウスの補佐官もツイッターでこれは選挙の透明性を高め違法な投票を正すための重要な一歩になるだろうとツイートしています以上のように例えばネバダ州のような激戦州そういった州で司法がですよ投票結果の調査を開始したわけですよね で、ちなみに今現在は、ネバタ州は、バイデン候補が選挙人を獲得しているんですけれども、この後の司法の判断によっては、この選挙人がもしかすると、その、民主党側につかなくなるかもしれない。そしてさらに、この結果を受けて、他の州、他の、例えば激戦州でも、それが刺激されて、じゃあうちも、じゃあうちもとなってしまえば、これで270というバイデン候補側、270という過半 をを選挙人を取れれなななくなってししまうかもしれないそうなると12月14日でバイデン氏の大統領はまだ決まらないかもしれないということですね勝利は決まらないということになります。 で例えば、選挙人16人のジョージア州とか、同じく選挙人16人のミシガン州。まあ、これらの州が、このネバダ州の司法の判決、判断に、まあ、刺激されて動くことがあれば、12月8日までにバイデン候補の選挙人の数は272に届かなくなる。まあ、響いてしまって、届かなくなってしまって、当選が決まらないこともあるよということなんです。じゃあ、その場合はどうなるのか そうなると来年1月6日に会員で各種1票ずつの決選投票で大統領が決定することになります。民主党は投票より前から今回は会員までもしかしたら選挙がもつれる可能性があると民主党の会員議員に当てて結束を呼びかけていたんですね。またトランプ大統領ツイッターではこういうふうにつぶやいているんですね。 仮に来年の1月6日の会員での投票まで、これもつれれば、共和党が議席を持っているんだよと。だから強いんだよと。だから勝てる自信があるということなんですね。共和党が勝利しているから、これは勝てるんだろうと。だからこそ、トランプ大統領は簡単に諦めがつかないのでしょう。また、えー、この後、今後ですよね。 最高裁で、このそもそものこの得票率、これがありえない数を、バイデン氏は8000万票を超えましたよね。これはありえない数だということ。あとは、ありえない投票率。ある一部の州では90%近い投票率でした。これもありえないんだと。また、おかしな票の動きがあったと。大量にあの自分たちの票が消えていってしまってるとか。こういったことを、 まあ、いくつか証拠があるので、これを何とか証明して最高裁で、そして、このバイデン勝利という、この結果を覆していきたいと。そういったことなんです。ただし、これも簡単ではなくて、なぜかというと、これはトランプ大統領も嘆いているんですけれども、これに対して、司法省だったり、FBI が積極的に調査を開始してくれないと。ここが、やっぱりなかなか難しいところなんではないでしょうか。 そして、えー、気になるところですよね、シドニー・パウエル弁護士、この方の動きも最後に説明をしておきたいと思います。え彼女はジョージア州のドミニオン製の投票集計機について、不正な動きがあったとえ、これが外国からの侵入で捜査されたことを主張していて、11月25日に訴えを起こしています。 まあそれがバイデン氏のぶっちぎりの今回の得票数8000万票につながっている、関わっているとしているんですけれども、まあ要するに、不正をするにしてもバイデン陣営はやりすぎたと、こう言いたいんでしょう。で、11月25日に、マクラーケン海の怪物を放つと、こういったね、まあ あの、調査、大掛かりな調査をするぞというような、まあ、宣戦布告をしたわけですけれども、パウエル弁護士はえ、ジョージア州の州知事と長官、そしてミシガン州の州知事と長官、つまりこの4人に対してパウエル弁護士は大規模な選挙詐欺があったと訴えを起こしていてえ、国家反逆罪で訴えるとしているんです。えこれが裁判となれば、12月8日まで、 まあ両候補の当選は決着がつかないこともあり得るよとこういうことなんですまあこのような動きに選挙人が先ほどから言ってますけれども刺激されてバイデン側が270人を確保できないことがあるかもしれないともしくはですよ 一番いいのはですね、トランプ大統領が一番望んでいるのは最高裁の判断、この司法の判断でバイデン氏側の不正が暴かれてバイデン候補の票が無効になることなんですね。トランプ大統領、トランプ陣営は自分たちが再選すること以上にアメリカにおける民主主義を守るため、正義のために戦いをしているんでしょう。この先、 仮にバイデン氏が大統領になることがあってもトランプ大統領の正義を勝ち取るための戦いはまだまだ続きそうですさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします